お疲れ様でございます9月3日の暗号通貨ニュースですけどもこのね小道具っていうねなんともまた珍しい名前の暗号通貨ありますけどもこれがねまたね稼ぎやすい暗号通貨なんですよねリズムを取るように上がったり下がったりするんですよ今24時間枠で見して見させてもらってますけどもなんと倍率が4739%ってなってるでしょ で大体12円の価格がつけけてるわけなんでですよ。でもちょっと前までこれ0円同然のとこだったんですよね0.2円こっからドカーンとね価格が上がって12円ほどになってますよってことなんですけどもこれ1週間で見るとねこのようになってるわけですよまあ、つまり2円以下とか1円以下の時に買って10円以上になったら売るっていうねよくあるあのパターンですよそれでずっと稼ぎ続けることができるんですよね 1>, 1メートルって書いてますけども、これはね、1ヶ月のことです。1ヶ月単位。ほら、リズムを取るように、上がっちゃ下がる、上がっちゃ下がるを繰り返してるでしょで、しばらく上がらない期間があっても、やっぱり上がってるわけなんですよ。ですんで、10円以上とかね、12円以上の時に売る、えそして、1円以下の時に買うってことを繰り返すだけで資産を増やすことができます。3ヶ月で見てみましょうか。 はい。3ヶ月で見ても同じようなリズムで利益を確保することができる。まあ、そんな暗号通貨小道具になってますね。1年で見てみましょう。はい。この動きってのがついぞ最近起きたってことがわかります。ここ3ヶ月でこういうふうな動きになってきたかなってとこなんで、収まる前にチャンスをものにしていただきたいかなってとこですね。MAX。はい。最初はもっと価格が高かったんですよね。 でも小道具なんて知らないでしょ、うん、ランキングで934位です注目すべきはやっぱりこういったランキングの暗号通貨なんですよまああのランキング1000を超えちゃうとねとても目が行き届かないんですけどもだたい600から800の間で見ていくとこういったね特徴的な動きのある暗号通貨に出会えますでそれにエントリーするわけですよね で今回は934位なんで、本当はもっともっとね、2000位ぐらいのところからこれ、ごぼう抜きしてきたんですよね。これはね、小道具はね、なかなか気づきにくいです。相当なマニアじゃないと知りません。で、下の方を映していくと、小道具がどこで買えますかってありますよね。コイン EX で買えるということ。堂々 e ーサ r e m とーゲート IO っていうところもあるということですね。 で、一日の取引量がものすごく増えてますよ、と。最近の市場活動の増加を示していると。うん。まあそういったことも書いてますね。で、2018年に79円。まあここまで上がったわけですよね。今日が12円ぐらいですから、まだまだ、最高値には達してないってことです。すごいですね。まあその他ね、暗号通貨は個別にしろうと思えば、いくらでもデータが出てくるでしょ。続きを読むで、ね。うん。 はい。このように、目立たない暗号通貨、しかも上場後の通貨にチャンスがある。まあ、こういったことをね、これからも私のチャンネルでは放送していこうと思います。お楽しみに。それでは。